こんにちは、北海道日高地方の養蜂場からです。オープニングの映像は養蜂場の東の草原から北の草原へと高度3メートルぐらいのところをドローンを走らせて撮ったものです。時は5月下旬、タンポポの開花時期はもう終わってしまいました。撮影を行った日の天気は曇り空、気温は朝は13度でしたが、日中は18度にまで上がりました。今回は3つのことについてお話しいたします。まずは3週間前に行った八野郡の合同の結果がその後どのようになったのかということをお伝えします。2つ目は2週間前から設置しているスズメバチ対策のトラップにここまでどのようなものが入っているのかをお伝えします。そして3つ目は養蜂における環境視察の取り組みとその当面の考え方についてお伝えします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。ところでこの養蜂場では3週間前に強制群からスイタを2枚だけ抜いてそれらを弱小な群に入れてあげました。移したスイタには働き蜂がびっしりとついていましたから、これはある巣箱から別の巣箱への働き蜂の引っ越しであったわけです。どうしてこういうことを行ったのかというと、女王蜂の産卵能力に差があったからです。弱小な群の女王蜂は年齢2歳で老齢のために産卵が進まず、その結果として群が成長していませんでした。その群に女王蜂が盛んに産卵している群から化成のために働き蜂をすいた2枚分だけですが移し替えてあげたのです。2つの蜂の群をこのように合同するとお互い同士喧嘩してうまくいかないこともあるのですが、今回は合同初日の観察ではうまくいっていました。そして今回お伝えしようとしているのは合同して3週間後にどのようなことが起こっているかです。これは合同群ですが、まずご覧のように蜜が大変によく集まっています。そしてこのスイタの上の方の蜜棒には早くも蜜蓋がかかり始めています。これは今年になってからこの養蜂場で観察された最初の蜜蓋です。蜜棒に蜜蓋がかかっているということは溜まっている蜜がすでに十分な濃度に達していて蜜が熟成していることを意味しています。蜜蓋がかかっている範囲がスイタの上から半分近くにまで達してくると、それはそのスイタから蜜を絞る時期がやってきたことを示しています。そして驚いたことには、年老いた女王蜂がものの見事に復活して盛んに産卵を行っています。蓋がかかっているのはサナギの有害蜂児です。その左右にある蓋がかかっていない棒の底にある白いものは幼虫の無害蜂児です。蜂児がいっぱいいることは女王蜂が盛んに産卵を行っていることの動かぬ証拠です。でもこれは一体どういうことなのでしょうか。産卵能力が劣っていたはずの高齢の女王蜂が一体どうして突然に卵を量産し始めたのでしょうか。一つの仮説は他の群の働き蜂に加勢してもらったおかげで女王蜂の栄養状態が改善したということです。よその群から引っ越してきた助っ人たちがせっせと食料を集めてきてくれるようになった。そのおかげで女王蜂の産卵に必要なロイヤルゼリーが十分に生産されるようになったのではないかというのです。ことの真相はよくは分かりませんが、ともかくも女王蜂は復活し、その結果当初私たちの念頭にあった女王蜂の抗体劇も当面はなくなりました。私は先ほどから2歳の女王蜂のことを高齢高齢と言い続けてきましたが、女王蜂の寿命については2歳とも4歳とも言われており幅があります。
2歳の女王蜂が現役で元気に活躍してバリバリと産卵し続けるというようなことも時にはあるようです。ともかく蜂の数が増えてきて一段だけの巣箱では手狭になってきましたから、新たに上段に釣り箱を乗せて巣箱を2段重ねにします。下の段から上の段へと麹がびっしりとついた巣板を3枚だけ移して巣箱を2段重ねにしました。上の段の麹が成虫の働き蜂になると麹が入っていた巣房が開きます。その空いた巣房が今度は蜜を貯めるための蜜房になるのです。3週間前の軍の合同は弱小軍の女王蜂の抗体を視野に入れたものでした。しかし事態は思いがけない展開を遂げて、結局軍の合同は2歳の女王蜂の復活のきっかけになったということでした。はい、次にお話しするのはスズメバチ用のトラップについてです。ペットボトルで作ったトラップを設置したのは2週間前の5月上旬でした。それから10日経った時点で5頭のスズメバチがかかっていましたが、それらは種を同定しないで処分しています。ですから今回見るのはここに至る4日間にトラップにかかったスズメバチなのですが、今回はそれらの種を同定することにします。なおペットボトルのトラップだけではなくて、1週間ほど前から1つの巣箱に長野式スズメバチ捕獲器を設置しています。この4日間に捕れたスズメバチは全部で10頭でした。種ごとに見るとモンスズメバチが3頭、小型スズメバチが3頭、毛深スズメバチこと黄色スズメバチが4頭でした。小型スズメバチはオオスズメバチに似ていますが、当順の下の端が波打っているのでお顔立ちで区別できます。スズメバチのシーズンはまだ始まったばかりなので、ここで何か結論めいたことを言うのは時期尚早ですが、感想を言うと、まず夏から秋にかけての養蜂場ではあまり姿を見かけることのないモンスズメバチがかかっていることです。二つ目は反対に、夏から秋にかけてあれほど頻繁にやってくるオオスズメバチの姿がここにはありません。第二の点は残念なことです。というのも、春のスズメバチ対策で最も捕まえておきたいのはオオスズメバチだからです。オオスズメバチの行動の特徴は、秋に働きバチが集団で養蜂場を襲ってくることです。そうした襲撃の芽を早い段階で、つまり単独で営巣する時期の春の女王蜂の段階でできるだけ摘み取っておきたいのです。ともあれ、今後もトラップにかかったスズメバチの種の同定をできるだけ続けていきたいと思います。はい、今回最後にお話しするのは環境視察についてです。今月に入ってドローンを使って上空から養蜂場のミツバチの再試験の様子を観察しています。養蜂家が巣箱の中の様子を点検するのは内見と呼ばれています。それに対して蜂の再試験の様子を観察することは環境視察、あるいは略して監視とでも呼んだらいいのでしょうか。前回は養蜂場の北の方に向かってドローンを直線距離で650メートル飛ばして環境視察を行いました。その際、養蜂場から 1.5 キロメートル離れた稜線まで見渡すことができました。それに対して今回は養蜂場の北側にある草原を出発点にしながら、今度は真北ではなくて北西の方向に向かって進んでいます。やはり時速 20km で進みながら高度を徐々に 80m にまで上げて行きます。 80m にまで上がったところからそれ以降は前に進むだけになります。今回は養蜂場からの直線距離で 800m のところまで飛ばせました。
養蜂場の北西方向も、真北の方向と同じように、草原を抜けると、山、また、山、の地形です。環境視察は、このように、上空から行うだけではなくて、徒歩や自動車で、地上で行うことも、もちろんあります。上空から全体像を捉えて、もしも気になる点が見つかったら、細かな点を、地上から見に行く、ということです。そうこうするうちに、山あいに、草原が見えてきました。5万分の1の地図で見ると、養蜂場から 1km から 1.5km 離れたところに、水田があります。おそらくそれでしょう。ただ、上空から見ると、水を張って、稲作を行っているようには、見えません。地目は水田なのでしょうが、実際の土地利用は、牧草が、植えられているように見えます。そこで、実際に、現地にまで車で行って、見てみることにしました。やはり、稲作は行われておらず、牧草地として利用されている、草原でした。ここも、養蜂場の祭事件の、範囲内です。養蜂場に向かって帰還しています。高度100メートルから、向こう側に見えるのは、養蜂場の南東側です。内見は、確立した概念で、女王蜂の健在の確認、集蜜や産卵の状況の確認、群の健康状態の確認、といった、すでに明らかになっている、目的があります。それに対して、環境視察は、当面は、蜂が巣箱の外で活動する際の、環境の状況を知っておきたい、という、素朴な動機に基づいて行われているものです。環境視察の具体的なチェックポイントを考えることは今後の課題になります。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ登録、高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう、さようなら。